どうも、ロイです。この動画をご覧になる前に、一言言っておかなければならないことがあります。この動画は非常に怖いゲームです。この実況動画は非常に怖いゲームを実況しています。心臓の弱い方は本当に注意してください。俺は心臓発作で死にそうになっています。今撮ってる最中なんだけどさ。あと、あまりの怖さに、タイトル画面で喋るっていうのが結構多くなってるんですけど、ご了承ください。ごめんなさい。じゃあ本編をどうぞ。はい、どうも、ロイです。今回やっていくゲームはこちら、恐怖の森という、こちらのホラーゲームをやっていきたいと思います。いやね、最近ね、ホラーゲーム手出してなくてね、そろそろね、夏だしね、そろそろホラーゲーム一発やっときたいなと思ってたら、飛び込んできたのがこいつですよ。いや、なんでもね、めちゃめちゃ怖いらしいんですよ。っていうかね、もう多分動画のサムネイルが同じものになると思うんだけど、ゲームのアイコンが、起動アイコンがすでにめちゃめちゃ怖すぎるんだよね。マジでありえねえ。いや、もう、だって、あれだもん。もうこの、実況動画の挨拶の時点でもう俺10回ぐらい今撮り直してるもん。スタートボタンが押せなくて まあいいや、もうそろそろね、始めないと。説明書があるので見てみましょう。森の中を探索し、4つのバイクのパーツ、白いオブジェクトを入手し、脱出ルートの加工をしてからバイクに戻れば脱出できます。またこの森にはかつてこの森で起きた惨殺事件の、被害者の慣れの果てがいます。過去的です。追ってきますが、うまく前で逃げ切ってください。触れると即死して振り出しに戻ってしまうので慎重にと。まあ、言うなればあれだな。スレンダーみたいなもんか。スレンダーマン。まあ、余裕のよっちゃんですよ。やっていきましょうか！やろう！いきます！はい！開始スタート！はい！で、これで進んで、はい！俺も遅くしてやる。探さなきゃいけないらしいんですよ。そこはね、ワイで歩くでしょ？もうやだ！ワイで歩くでしょ？ワイで歩いてね、こう、D で、周りを見れるらしいんだけど、俺もう、ちょっと待って、本当に、そろそろ、もう本当に無理。無理。すまん。無理だ。これはちょっと、これはちょっと俺には無理だ。ちょっと休憩させてくれ。まだ始まって3分ぐらいだけど。まだ始まって3分ぐらいだけど。割と、真面目にね、鳥肌が本当に半端じゃないんですけど、まあ、昼に撮り直そうかなと、もう考えたんですけど、とりあえず、パート1だけ、15分ぐらいだけは、なんとか行きたいので、もう一回とりあえずやろうかな。とりあえずもう一回、マジで、もうやりたくねえな。もう一回行くわ。はい、行く。はい。じゃあ今度こっち行ってみようか。こっちの方行ってみよう、今度は。まっすぐ行ってみよう。さっきなんか横道行っちゃったら変な風になっちゃったからね。こっちの横道行ってみ、こっちの横道じゃない。まっすぐ行ってみて。なんか聞こえるね。なんか聞こえるよ！本当に大丈夫これ！やだ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 ！歩こう、歩こう。私は元気。歩くの大好き。これ嫌な予感する。後ろから来てんじゃないの、これ。後ろから来てんじゃ。
いや、待ってくれ、みんな。みんな、ちょっと待ってくれ。みんな、ちょっと待ってくれ。なあ、これは、レベルが違うぞ。これは違うぞ。これ、テンションを上げてりゃどうにかなるって、やつじゃないよ。ちょっと待って、もう一回休憩させて。まだ、撮り直して、もう一回撮り直して、2分しか経ってねえよ。これ、無理だ。まあね、今までの実況動画で一番苦労してる気がするんだけど、まだ4、5分しか撮れてないということで、もう一回いきます。何度も動画を見直してて、何度も動画見直して気づいたんだけど、今死んだところの、俺、てっきり行き止まりかと思って後ろ向いたんだけども、横のところに、ちょっと道っぽい隙間があったので、そこに行く感じでちょっと行ってみようかなと思います。行きますか。行くぞ。はい。このまっすぐ行くでしょ。まっすぐ多分そのうち追ってくるから、追ってくるけども、その横のところね、来るぞ。ほら来た。多分今後ろにいるんだよ、奴が。奴がいるけれども、後ろ向くな。で、途中にね、なんかね、白いのもあるんだよ、白いの。これ多分、それなんじゃないかな、見つけ出すべきやつって。言う。よし、やっぱり。で、こっち。この横のところ。どうこれ。あ、行き止まりじゃないこれ。うわぁ、サムネ！サムネイル！決まりだ、今の。決まりだ今の。サムネイルゲットだぜ。多分俺これ続けてたら本当に死ぬと思う。俺今分かってたもんね。後ろ向くのね、絶対今、後ろ向いて、もう怖いって分かってたの。分かってて、後ろ向いて、でもどうしてもサムネイルが欲しかった。サムネイルが欲しかった。でも、分かってて、どんな顔かも、どうやって来るか、来てるかどうかも分かってて、もう、それでもう心臓飛び跳ねるくらいドックンドックン、お前、俺の胸触ってみるか。うわ、ちょっと待ってくれ。いや、横行けないってことが分かったな。どうしよう。とりあえず一旦ここで切る。もう、無理だ。